辛い時こそ下を見ろ。あなた、お金持ちなんですの？ああ、金持ちだ。しかも、筋金入りのお嬢様々だ。いいだろ、本当のことだし。でも、よろしいのですか？お嬢様が大食い大会などという下品な庶民の催し物に参加なされて。イカルガは忍耐力を試すドッキリの遊びで一番早くブチ切れてな。その罰ゲームでここに参加させたってわけだ。
俺の名は村雨。女よ、おじけづいているな。それもまあ仕方がない。悪いがこっちはクロートだ。今のうちに危険しておけば傷も浅く済むぞ。恐ろしくて声も出ずか。キャベツの死んだ？俺はウサギじゃないぞ！文句があるなら棄権すればいかがでしょうか。棄権だと？ここで棄権をすればベスト8止まり、つまりは8位ということだ。女、それがどういうことか分かっているのか。さあやってやる。俺はウサギになる。バニーボーイになってやるよ。おいしゅうございました。触るな！兄様、俺に触れていいのはまともな家族だけだ。ではお嬢様の食べっぷりを見させてもらいましょうか。イカルガ、行け！休むな！休んだら負けだぞ！
やったな、イカルガ。お祝いにおっぱい揉んでやるぜ。結構です。よろしくお願いいたします。どうなされたんですの？いいじゃないか、ハチノコ。あたしをやってやるよ。だけど、そっちのお嬢ちゃんはハチノコなんて食べられるか？危機したっていいんだぜ。心配はご無用です。おいしゅうございました。くそ、こんなはずじゃ。やったぜ、イカルガ、決勝進出だ。ハチノコはお好きで？ええ。お父様が食べることがとても好きでして、ハチノコも幼い頃に何度か。そうですか。
決勝ではいい勝負をしましょう。それではお手柔らかにお願いします。また何かトラブルなのですか？どこかから代わりのそばを持ってきてください。じゃあ決勝は中止ということで。いいですわよ、ミミズで。ミミズでワンコそば、つまりワンコミミズですね。構いませんわ。そちらはいかが？やらないというなら危険でよろしくて。危険する。わけがありません。よっ、それでこそイカルガだ。どうしました？顔色が悪いですよ。そうですか。あなたの勝ちです。
その勝利への執念、一体どこから生まれてくるのですか。話したところでお嬢様には理解できませんわ。こんな大会ぶっ潰してやる。読めましたわ。ここは私に。お嬢様はお下がりください。それがたとえ大食いであっても、私の戦いにケチをつけた罪は重いですよ。ヨミさん、一人で相手にするのは無茶です。お嬢様、ご心配なく。大食い大会のおかげで私珍しくお腹が満腹ですの。だから食後の運動をしないとならないのです。食後の運動ですか。わかりました。ではここはお任せします。ただしちょっとどこかに隠れていてもらえますか。私の食後の運動はかなり激しいので、お嬢様にはしたないところを見られたくないのです。承知しました。では見えないところに隠れていましょう。ありがとうございます。それでは思う存分暴れさせてもらいます。これで全部片付いたみたいですね。驚きました。本当に一人でやってしまうなんて。
丈夫ですか、ユミさん。どこか怪我でも。違います。お腹が、お腹が減ってしまって。え、ちょっと張り切りすぎてしまいました。せっかくお腹いっぱいでしたのに。もったいない、すごくもったいないですわ。驚きの消化機能ですね。申し訳ありませんが、ここで失礼します。家に帰ってもやし炒めでも食べようと思いますので。では。もう行ってしまいました。ヨミさん